ございました。皆さんいかがでしたでしょうか。プロジェクションマッピングお楽しみいただきましたか。ありがとうございます。申し遅れましたが、私はユーフェス稲荷の進行を務めさせていただきます、斉藤のりこと申します。皆様どうぞよろしくお願いいたします。ユーフェスはこの9月から3ヶ月間にわたりまして、湯島、御徒町、上野の遊泳園であります4つの商店街、湯島白梅商店会、上野2丁目中町通り商店会、上野中央通り商店会、そして御徒町駅南口商店会が1つとなって取り組んでまいりました。そしてそのフィナーレを飾るこの湯島天神神楽殿プロジェクションマッピングを皆様今日はお楽しみいただきました。改めまして、本当に今日はお寒い中、ご来場、足を運びいただきまして、お声がありがとうございました。ここでもう少しだけお付き合いいただきまして、ご来賓の方よりご挨拶を頂戴したく存じます。まずは東京都議会議員、中谷文隆様でございます。どうぞ皆さん大きな拍手をお送りください。中谷様、よろしくお願いいたします。皆さん、こんばんは。ご紹介いただきました東京都会議員の中谷文隆でございます。文教区長の成沢さんや知事代理士、そしてこの地元からの立会議員もお見えでございますけれども、ご指名でございますので、ご挨拶をさせていただきたいというふうに思います。この授業は今ご紹介ありましたように U フェスというイベントを2つから始めました。東京都の広域連携事業、そしてこのイベント3ヶ月間、始めた時はですね、ワイシャツでも汗だくになるぐらいの暑さの中、開会式を行いました。御徒町の神田広場というところです。そして本日フィナーレを迎えますが、もう寒くて寒くていられないぐらいの、それほど長きにわたってこのイベントを行いました湯島の皆さん、御徒町の皆さん、上野の皆さん、本当に中心になって働いて来られた皆様方に、私は心から感謝を申し上げたいというふうに思います。そしてこのイベントを最初から手掛けて、代表としてプロデューサーとして頑張ってこられた利根川印刷の利根川会長さん、本当に心からの拍手を感謝したいというふうに思います。そして今日のこのプロジェクションマッピング全部構成完成でございまして、本当に素晴らしいものを見せていただきました。ありがとうございます。今日ですね、皆様方のみんなで来ていただきました。帰りの際はぜひともこの湯島、御徒町上野で、ね、買い物するか、おいしいものを食べるか、お酒を飲んで、たくさんお金を使って帰ってください。そしてこの素晴らしさをぜひ多くの皆様方に知らせていただいて、できましたらまた近いうちに広域連携事業としてまたイベントをまた皆様方にやっていただきたいなというふうに思っております。ご参集いただいた皆様方に心から感謝、御礼を申し上げてご挨拶とさせていただきます。どうも寒い中お疲れ様です。ありがとうございました。どうもありがとうございました。東京都議会議員中谷文隆様でございました。続きまして、ユーフェス実行委員長で、湯島白梅商店会会長、中村光美より、皆様に閉会のご挨拶を申し上げます。中村会長、お願いいたします。どうぞお進みください。ただいまご紹介いただきました、ユーフェス運動会大統領、4つの商店会の、本日はスタートを切りました。本当にこの寒い中、皆様がお越しいただいて、申し訳ないです。また、ただいま、中谷総理が、初めての湯島、合同になりまして、若旦那衆が、本当に一生懸命、参加スタッフとして、お手の方々に、
アでは今後もますます発展をすべくですね、いろんな情報を発信してまいりたいと思いますが、本日皆さんにご入場の際に夜マップという冊子をお配りしたかと思います。それほどにございますでしょうか。こちらはニューエリアの美味しいお食事どころをご紹介したマップとなっておりますので、ぜひこの機会にですね、この夜マップを活用していただいて、湯島、高津町、上野エリアでこの後お食事をご検討いただいているお客様はちょっとご覧になって、はい、ぜひね、あの週末の素敵なお時間をお楽しみになってお帰りいただきたいと思います。それでは皆様と楽しい時間を過ごしてまいりました湯島天神神楽殿プロジェクションマッピング、これをもちまして全て終了となります。本当にどうもありがとうございました。お出口でございますが、こちらの皆さんから向かって右側にあります、秋葉原お茶の水ホールにあるオートミーの出口か、あとはこちらになりますが、湯島駅方面の、男坂、女坂、この出口のみとさせていただきますので、ご了承ください。赤いジャケットを着たスタ